はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。情報収集だ。だバラは決まらないぜ。バラはないぜ。で僕が正義の味方さ。俺はね、正義の味方はこの俺も決まっちゃうやろか。ね、いろいろとね、情報収集します。変わらない人、変わらないモブもいます。朝から会社員ですか、そんなこと言ってたっけな。変わんなかった。この前どっかで見たな。思い出してくれや。この話、ラルジの方に。ラルジって ?OK。一応これでね、フラグは立ったんですけれども。うお、危ない危ない。話しかけないで、忙しいんだから。させん。かからない方がいいわよね。ああ、あいつね。何も教えてくんねえ。うせえな、話しかけんな。ドバラ？なんじゃそりゃ。あ、ジョニーなきがいや、なんでもないっすよ。あの、変わるのは、いや、そうじゃなくてどこにか知りたいんですけど。じゃあ黒は死ぬ、パトロールに邪魔するんじゃない。させん。話しかけようとしたけどダメでした。まあまだ話しかけられる人いっぱいいるけどね。自己防衛のための武器を大量に持っているらしい。食えないやつだ。なぜかね。いけるのね。なぜかね。さっきのサラリーマンね。さっきのサラリーマンはなぜかあれよ。すり抜けられんのよね。こいつね、金払ったら教えてくれるんですけれども、ただで情報を手に入れるとこうなります。よいしょ。まあ、しかし、この状態でね、行くのはどうかと思うんやけど、ちょっと道具どうかな。まあ、一応、こんだけあるから、まあ、行けるっちゃ行けるかしらね。ちょっと待った。ちょっとお買い物しましょう。なんて買ったりず、別にこんなことだっていいし。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、お買い物しましょう。今何を装備してたっけな。一応ショットガンあるか。よいしょ。品揃えが一新されましたので、どうぞお買い求めくださいませ。こっちだったかな。イージーが入ったよ。ビッグガン。よいしょ。弾数10。あれ、弾数2個。いつか買ってたっけな。まあいいや。とりあえずね。とりあえず、ま、単体で、いや。やっぱり、シャギャンにしよう。まあいいや。ちょ、じゃあ拭き取りします。じゃあ拭き取りします。どうぞどうぞどうぞ。
俺はどうしてもドンバーラに会わなきゃいけないんだ。だからどいてくれねえか。頼む。なぜここにいることが分かったのです。取引を邪魔されてはかないません。消えてもらいます。悪く思わないでください。はい、あ、落下臭。いえ、なんでマシンガンが蹴りよりも、なんでマシンガンが蹴りよりもなんでマシンガンが蹴りよりも弱いんだろう。100です。100。 OK。 結構経験値くれるのよね。なんて強さ。 OK。ダンバコ M。 よいしょ。ふぅ、100列逆。よし。ふぅ、これ100列逆がね、結構使えるのよね。ふぅ、竜の血。うわ、ほい。お前も経験値になってもらおう。100列逆。ふぅ、パンチが早い。ふぅ、あ、ふぅ、ふぅ、よいしょ。ふぅ、何しに来たかは知らんが、キュートだろう。まあ、とりあえず頭数を減らしましょう。ふぅ、100列逆。ふぅ、百列客がね、ものすごく便利なのよね。な、よいしょ。我らの取引を邪魔されるわけるわけにはいかん。ふぅ、こっちには何もないね。百列客。ふぅ、ふぅ、ふぅ、おお、いっぱいいるね。命やる。てかフィールドで使うとあれやね、ガンマ油あんま強くないね。30術しか回復してないわね。待ちなさい待ちなさいやつ。なんであんた決定機を押さないといけないんだよ。うわ、3匹おる。よいしょ。オッケー。
コバで侵入してくるのは。俺はドンバーナにちょっと会うだけや、どいてくれ。やはり取引を邪魔しに来たか。そうはさせん。いやだからちゃう言うね。あ、一匹残った。ヘビームシンキング。よいしょ。お前は一体何者よ。さあな。ただのしがない実況プレイヤーさ。我の取引を邪魔されるわけにはいかん。一匹か。やられたー。はい、この人がドンバーラさんです。ということで合計12万戦になりますが、よろしいかな。12万戦だと。そんな高い金払えるか。商品は極上ものですよ。払って損はないと思いますが。もっと負けろ。これでも安い方ですよ。これで高いというのは器がたかが知れてますな。へ、そんな大口叩いてええんかよ。お前から商品を奪うことができるよね。できるものならやってみればいい。もう後悔しても遅いぜ。あの世でせいぜい悔しがるな。こいてみな。愚かな。なぎ。忘れてもらっては困りますね。この私が闇の商人ドンバーラであることをね。残念ながら今回の商談は破談ということで。なんです、あなたは。邪魔な手をするなら許しませんよ。単刀直入に言おうか。踊るの持ってるあのフロッピーが欲しい。そのことを知っているとは、あなたただ者ではないですね。しかし残念ながらこのフロッピーも大切な商品なのですよ。買い手もつきましたし。お金のないあなたのようなゲルピンには関係のない話です。では。どこに来てた。急いで足取りを追わなければ。くだ教えてやるよ。すいませんでした。まあこんな感じなんですけどね。とりあえずね、あの回収するものを回収しに行きますんでね。薬です薬。結構経験値くれる。薬です薬。おっと、こっち行けんのかーい。ここでクリティカル出てもな。百裂客。前も決定機かーい。白熱客。
わ、3体おる。信玄一滴残った。やる。よし。んで、ここに親父の手袋があります。電気を絶縁する攻撃力12。このメリケンよりも攻撃力高いんですよね。で、ここでね、この親父のシリーズが、このね、親父のシリーズ最初、これが親父の手袋です。この親父の何々っていうシリーズが、これ最強装備のシリーズになるんですけれども、ちょくちょくあります。する。経験値配分。なーに、とりあえずもうこれはもう最大値やから。防御力49。うん。600くらい配分しときましょう。73か。今の蹴り攻撃力は58か。どうしよっかな。とりあえず拳以外に1000ずつ配分しとくかね。4か。オッケー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと気力の最大値も上げておこう。よし、間違えた。141と88か。一応4000あるのね。まあせっかくだ、経験値になっていただこう。あんまり節約とか考えなくていいと思うけどね。うずずずずずず、お前も決定キーか。一匹か。
プレス逆。ちょっとこの後ね、あの経験値書き、経験値手に入るところ限られるからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう100です、100でいこう。よいしょ。すいませんでした。ちなみに教えてくれますけどね。んで、実はね、知ってる人がいるんですよ。知ってる人はいるんですけれども、捕まんないね。海外でも高飛びされたらもう捕まることは不可能だろうな。やっぱりウォーキングじゃ追いつかないわよね。僕はいなくなりまくめず心のんびりできたらそれでいいよ。ただの水が高飛びってところだろうね。東の方に港があったな。はい、ここ、これもしくはよいしょ。ああ危ない危ない。よいしょ。こいつが知ってるんですよ。東の方の港に向かいましたぜ。えい、ということでね、商店街に行って、お店こっちだったからね。あ、こっちだね。お店はこっちだ。まだ99箱あればいいのよね。んーで、まあ命ゲルもちょっと買っておきましょうかね。 OK、 あれで行きましょう。港はここです。なんですけど、ちょっとね、これビッグガンがねダブってたんでね。クリティカル率アップ。まだこれはね、結構使えるのよね。よし、ちょ、よいしょ。うん。やっぱりね、あの、一部の音楽を再生すると、ちょっとあの、ランタイムパッケージの BGM が少しおかしくなるんですよね。まあ、これはもう仕様なんでね。これはもうパソコンの仕様なんで、もう致し方ないことでございます。よいしょ。はい、ということでね。では、この港へ行きます。という、次のパートではこの港へ行きます。はい、ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、
バルニオス、次回で続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。